よし、やっていくぞ。攻撃を阻止しろ。スコールな。上がれれば屋上から入れる。それはやってみたいね。こちら辺探索してみよう。あ、ライトを壊せるということか。なんだなんだ。ここら辺。あ、これはもうマップ外になっちゃうから。なるほどな。OK。怖いな。登れないか。黙れ。ライトビジョン使おう。バサ。オッケー。クリア。おかしいやろ。これ絶対見つかるやつやん。これ絶対見つかるやつやん。これ絶対見つかるやつやん。上がれれば屋上から行けるわって言われたけど。パイプだ。オーケー。敵はいない。よし、降りよう。あ、こっから行くのか。ちょっと待て、一旦ソナーで。うん、なるほどな。こっちじゃないな。よし、隠しルート。オッケー。ここにスティッキーノイズじゃなくてカメラね。まずここに入れたと。なんだこれは。オッケー、破壊しよう。そして次にここだ。オッケー。あら、まさかのカウンターがあるよ。おい、ダメだ。よし、降りよう。何何何何、ノート PC とか撮ってる暇ねえぜ。なんだここは。ちょ、カメラ使っちゃったからな。もうの相手はプロだ。手際よく警備員たちを始末している。警備システムもだよ。水道にバイキンを混ぜるのをやめさせるには、まずハッキングされたドアをハッキングし返して開けないと。急い。なるほどな。多くのやつは。よし、ここを通っちゃうとピー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 ってなるから
ちょっと待って。よし。いないな。いけるぞ。あ、ハッキングしてやってくれたんか。ありがとう。これ大丈夫か。下からまず見るか。大丈夫。毒物発生装置を止める。サム、最近の混入は2カ所で行われてるわ。そっちは俺が何とかする。水の漏洩を止める。アルファブラボン。バルブを閉められないかやってみるよ。急いで、10分で水の汚染レベルが限界になる。こっちもか。中途半端なライト消しやな、おい。上登れない？登るってあったね、今。あ、こっちか。こっちにか。まず、ブラボーから行ってみようか。他にはいないか？いや、あそこにもいる。ただよ。お、パイプじゃん。行こう。あれは見つかるぞ。よし。オーケー。第一関門。ポンポン一つ止めた。ジャリー、バルバーどうだ。まだダメだ。敵も去るものだね。ま、それで引き下がるような僕じゃないけど。ここにいるんだよ。いい知らせよ。管制室の下にメンテナンス用のトンネルがあるの。プラントの反対側まで行けるはずよ。あぶねー。何？メンテナンス用のパイプがあるの？反対側まで、あっちゃ！何スティッキーカメラ投げてんだよ。こっちからか。ちょ、待って、左振りやないか。危な。てか、時間ないんだよ。ちょ、待って、ここか？このパイプでいけるのか？もしや。いけない。違う。これさっきと同じ感じで行こう。あと7分か。よし。ちょっと緊張しすぎてなんて言ってたかわからんかったわ。え、下行けんのこれ。で、2人おるな。とりあえずこいつらはおさらばや。あそことあそこ。一回登ってこいつを倒せないかやりたいな。よう近づこう。普通に降りて
よし、あと5分か。 OK。 怖えな。怖えな、これは一緒のとこに来ちゃったよ。あと5分だ。残り5分だ。スティッキーノイズで、あ、でも2人になっちゃうんだ。飽きた。怖いな、これやっちゃうか。OK。貫通力が半端ないな、まあ、この距離やからな。よし、あとは一人。あいつはこれで。オッケー。ふう、よし、やってやったぜ。ふう、やった。もう一つも止めたぞ、グリム。さすがだけど手遅れよ。何？クソ、どうした？汚染レベルが限界に達したわ。バルブも開いたままよ。わからないさ。そうだ、ハッキングは無理でも手動の開閉装置がある。行って直接閉めればいい。どこにあるんだよ。え？それはどこにあるんだ。ここか。ちょっと待って、まずソナーで敵がいないか。いないね。よしよしよし、オッケー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 。あーし全員倒してしまっとるよ。オーケー。これで一安心だ。アメリカンコンサンプションは阻止できたよね。お疲れ様。戻ってきて。ブリグス？機関準備 OK だ。オーケー。ふぅー、胸熱だぜ。警戒させずに敵を回避した回数。やったー、ゴースト？貯金データ更新。きたー。パンサーが一番多いんやけど。やったわ。え？いいんじゃない？いい感じなんじゃない？足が痺れる。いや、これどこまでやるかよな。サブミッションもやろうかな。サブミッションやったら、でもサブミッション難しいからな。とりあえずメインやろうか。続ける。カスタマイズして終わろう今回は。エンジニアが使おうとしていたのは CDC のレベル5隔離施設から流れた品よ。細菌兵器の一種ね。危うくシカゴは全滅さ。治療法はあるのか？感染していないから安心して。シカゴの件は解決だそうです。楽勝さ。調子に乗らないの、運が良かっただけよ。たまたまうまくいったに過ぎないわ。確かに。だからといって俺は守りに徹する気はないぞ。どういう意味？受け身では敵の思うツボだ。サディークの裏をかく。それには打って出ないと。手は。そもそもターゲットはブラックリストのことだっておろそかにできません。追いかけっこを続けてもいずれ逃げられるのは目に見えている。そこでだ、サディークを追い詰めたい。ええ、そんなんができるのか。
サディーク、ステイ。ちょっと待って。とりあえず今回カスタマイズしようか。サム・フィッシャー。キャンペーン。OK。てか、クロスボウめちゃめちゃ使えたね。これすごくいいじゃん。戦術。戦術。クロスボウ。でも普通のクロスボウもいいな。で、ピストル。F40 のスペシャリストになろう。それでだ。スーツ。ジャケット。ジャケットとかじゃない。ゴーグルだ。これ買おうか。これも買おう。これも買おう。めっちゃ買えるな、おい。よっしゃー。 OK。 これで行くぜ、サム・フィッシャー。ということで、ガチオツ、次はこれやっていきます。パラグアイ、シューダー、デル、エステやっていきたいと思います。ということで、ガチオツ。